はい、こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回はハートフォードのスマイソン6インチご紹介したいと思います。このモデルはですね、CMC の金型を、ハートフォードさんが引き取って、でそれをね、再生産というか、復刻という形でね展開されたシリーズですね。6インチと4インチと、それと、要望にお応えしてマニアック100としてと、歌われてですね、この 2.5 インチとあと3インチ、作られたと記憶しております。3インチがちょっと見当たらないんでね、もしかしたら買い逃してるかななんてね、寂しいことを思いながら今紹介している次第なんですけれども、で先般ね発売された、田中のね、こちらはスモルトという名称でね発売されているモデルが、まあ、そんなのとね並べてね今日ご紹介したいなと思います。はい、で、目は見ての通りですね、このヘビーウェイトの肌がね、素晴らしいんでね、もうそこに関してはねあまりネガティブなことはね、言いたくないです。はい、承知で買ってますんでね、この時期のものはもうそうですね、これもすごいですよね、肌がね。これあれですかね、あのブルーイングとかそれはなんとかなるもんなんですかね。ここまで地肌がこうだともうどうしようもないのかななんて気もしますけれどもね、まあコレクションですからあんまり気にせずにね、持っています。何しろあの私の大好きなね CMC のね、血を引く DNA を引くね持っている、モデルガンですから、それだけで私にとっては価値ありと。ただこのマニアック100として気合を入れて作られたものに比べるとあまりの差に愕然としないわけではありません。これはね、あの M19 の方もそうでしたよね、ハートフォードさんね。はい、で、この時期はねまだパイソンじゃなくて、あのスマイソンと呼ばれた時期のモデルですから、そのスマイソンのねルックスをねまずご堪能いただきたいなと思います。まあ見せて美しいでしょうとはちょっと言えないんですけれども、それなりにで、はい、サイトピクチャーこんな感じですね。ピッピッって感じですね。こうとかね、グリップはね最初からこの木製グリップついてきてますね。これのプラスチックの濃い茶色いやつが CMC のやつについてたような記憶があるんですけれども、うちにあるあの CMC 版の ABS もねグリップを木栗に変えちゃったりしてるんでね、ちょっとオリジナルの色がね、まあ、出てきたらねオリジナルのグリップねご紹介したいなと思います。で、パッケージなんですけれども、こういう感じのパッケージですね。これをね、地味と言ったらいいのか雰囲気のあると言ったらいいのかっていうのはね、なんか難しいところですけれども、私嫌いじゃないですね。はい、いつも申し上げているように、パッケージもね、製品のうちですから、それなりに楽しませてくれればね、それで OK です。はい、このぐらいのお値段ですね。で、中はまあこういう感じで、まあ、カートと、あれですね、あの火薬を詰めるね、ジグがついていますね。で、ご愛用者用はがきと、それとまあ限定品注意というね、限定品ですということでね。お、なんか書いてあるな。ナチュラル仕上げでリリースしていますということで。本製品は成形されたヘビ。はいはいはい。はい。なんだかよくわからないですけど、ここに書いてありますね。はい。なんかあれですね。ブルーイングするとなんか綺麗になるからねみたいなことを予感させてくれるような話ですね。先ほどの前言は撤回しましょう。パーツリストはこういうものが、取説はこういうものがついてきますね。はい、ちょっと非常にね字が細かくてね、私にはちょっと厳しいところは裸眼ではもう読めませんね、これね。はい、こんな感じですね。操作方法がしっかり書かれています。この辺ね、きめ細かくコツみたいなものも書いてあって、まあ、マナーがちょこっとね、書いてあると。まあ、こういった、取説がついてきています。はい。じゃあ、あとはまずカートリッジ。カートリッジはちょっと他のやつを借りようかな。ちょっと 2.5 インチの借りましょうか。これカートですね。くるくる分解するのかな、これを。おっと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 。
昨日もやったような気がするな、同じことをね。シンプルな構造ですね。まあ、ここに当てて火薬を発火させるわけですね。この径だと7ミリですね、キャップ火薬はね。で、キュ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 。で、こんな細い穴から、ガスが抜けるわけですから、これはバーっていくでしょう。6インチでもね、煙は十分楽しめるでしょうね。2.5 インチの方だったら、ファイアリングも見えるかもしれないですね。はい。で、これ硬いんですよ。はい。あ、そうでもないな。で、見ていただきますと、もうここの前面ギリギリまで、インサート入ってますから、これはなんか嬉しい予感がしますね。ダミカがすっきり入るんじゃないかっていうことでね。で、まずはノーマルのね、カートリッジをちょっと入れてみましょう。いい感じですね、これね。すごいなんか、いい感じ。ただ肉薄ですね、やはりね、この辺りがね、非常になんかこう、危機感を覚えたりもします。はい、こんな感じです。で、エキストラクターが、エジェクターか、がちょっと動きますと。で、ここにね、シーテックさんの、ダミーカートありますから、やってみましょう。ピタッと入りました。うおー、いつ見てもいい景色ですね、この景色ね。はい、自分の側から見るとね、なおいいですね。銃がやっぱりちょっと斜め下を向いてるあたりがね、非常にいいですね。まあ以前ね、子供の時から読んだ本ではもうこんな風に持ってしまってね、やったりね、あるいはなんか逆さにしてどうのこうのなんていうの、こんなのもなんか見たことがありますけれどもね。私はいつもね、こういう感じでシリンダーを押さえて、シリンダーをこう指で回しながらちょこ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 入れるのが、好きですね。はい。エジェクターから飛び出るカートの絵って感じですね。はい。のこのこいいじゃないですか。前回ね、スモルト4インチの時ね、これの代わりに思いっきりね、パイソンのローダー詰めて入らねえなんてやってましたね。すいませんでしたね。はい。お茶目です。はい。いい加減なんでしょうね、人間がもともとね。そうでもねえんだけどな。皆さんなんかね、割とかっちりされてる方なんでしょうけども、どうもかっちりしないなっていう感じですね。はい。じゃあカートを詰めてね、純正の、ハートフォードさんのカートを詰めた状態でちょっと重さをだけ測ってみましょうか。まあ、リボルバーの場合はね、重さ測るぐらいしかないんでね。647g。微妙ね。ヘビーウェイトで6インチなのに 600g。 そこ行くとね、まあ、これはね、ここに重りも入ってますけれどもね、あ、それでも 200g ぐらいしか違わないのか。まあ、所詮モデルガンなんだな、樹脂製のな。はい、なんかすごく重く感じますけれどもね。はい、ということで、田中さんの方はそこそこやっぱり重いよねっていう感じですね。並べてみてどうですか。ちょっとこういうふうに6インチ同士で語り合いましょう、しばらくね。はい。やっぱり、仕上げの何ていうのかな、状態はちょっとね、さておいてね、皆さん脳内保管していただいて、変換していただいて、これが綺麗なブルーイングをされてるみたいに想像しながら見ていただくと見えねえよって怒られちゃうんだ。甘えたこと言うとね、私が悪いんじゃないんです、ハートフォードさんが作ってくれたんですみたいな、ね、はい、こんな感じですね。うん、まあね、そつないですわ。田中さんのやつはもう文句なしですね。はい。ただインサートが多少深いんで、シリンダーの方の入るやっぱりそのダミーカートは限られるよねと。もうこっちはもう潔くね、もうほぼ辛い地に近いところまで出てきちゃってますからね。そういう意味では入れられるダミーカート多そうだねっていう感じですね。はい、この辺がやっぱりバレル、あ、一番大きく違うのはこのバレル、パイソンバレルをくっつけた時のこの段差だな。ここのところね、ここが全然違いますね。お、あと田中さんの方はちゃんとリアサイトにもホワイトが入ったりして、なかなか、あ、で、なぜかこっちは色はついてないんですけれども、ハートフォードさんのやつはなぜかレッドランプだけはついているという感じですね。はい、とっかりゃいいのかこれね。あ、でもやっぱりリアサイトの形状もなんか違うな。ね、ちょっと違いますよね。
すごいな、こういうのって。もちろんね、原尺じゃしょうがないからって何倍尺で図面を起こすんでしょうけれども、すごいな。あとこのシリンダーが入るところのこの何て言うんですかね、僕専門用語全然忘れちゃってるっていうか知らないかもしれないですけど、開きが随分田中さんの方が大きく感じますね。ほら、どうでしょう、この部分ね、こっちの部分ね、ね、ちょっと大きく感じますね。その分滑らかに入っていくのかな、やっぱりね、要はここですよね、ここの開きがね、開きというか削りえぐりざぐりがね、ちょっと大きく感じますね。ほら、なんとなくここが広く感じます。ここなんかスッカスカに見えます。はい、なんかグロに見えます。はい、こっちはあんまり見えませんね、ここはね。これはこっちの方が上品でいいような感じがするな、実用性はともかくとして。はい、うん。あとはね、木繰りもそうなんですけれども、この中に入ってる、いや、お見せしちゃった方が早いな、これあの CMC のね、K フレーム系のあの樹脂のモデルの、なんていうんですかね、特徴って言っちゃったらあれなんですけど、ここが割れちゃうんで、私今こっち側からその、メインスプリングをね、あの板バネを押すビスは抜いちゃってます。はい、でこういうね、別パーツでね、あの割れ防止みたいな感じで一応受けが作られているんですけど、それでもちょっと怖いんでね、もう今抜いちゃってます。だからあのトリガーを引くと、あのそうですね、ガスリボルバーみたいに軽くパキンパキン動きますね、丸井さんの、あ、ごめん、クラウンさんのか、あんな感じで軽く動いちゃいます。でグリップはね、先ほど申し上げた通り純正のやつをそのままつけてるんですけど、今お見せしたようにここスクエアになってますから、こちらはラウンドですよね。はい、だから逆にこちらの方が K フレームの普通のグリップ、つけやすいかなって気がしますね。国際のもそうですけどね、4インチからは、スクエアになってますんでね、スクエアバットになってますんで、非常にね、選べるグリップも多くなるかなと。逆にラウンドのやつをつけたいよっていう時にはこちらの方が、有利なのかもしれませんね。はい、実際はね、どっちを選ぶかっていうのは多分それぞれあったんでしょうね、実銃のスマイソンあるいはスモルトの方でね、なんかここの選択肢もね、一つそれぞれ好みなのかなって気がしますね。私はやっぱり4インチ6インチはスクエアであってほしいなっていう感じです。ここがあのラウンドバットになってるのっていうのは、やっぱりこういうね、単重心のものに限るというなんか偏見でしょうか、そういうものを持っております。はい、ということはこいつもこれが入るのかな。あ、こういうちょっとあれですね、インサートの色まで綺麗になんか周りに合わせてありますね、この野郎自分のだからいいけどね、こういうの嫌だな、もし同じ製品名で商品で違うロットでこんなに違ってたら、もうさすがにね、怒られると思いますけれどもね、まあ、いいですね、これもずんぐりむっくりね、安定のね、二等辺三角形がここに出現しておりますね。はい、4インチはね、この間ね、あのスモルトの方で散々もう握ったんで、今日はなんかあんまり握んなくていいかなと思ってたんですけど、もう見てください、なんかこの辺のなんか輝きとかね、なんて言ったらいいんでしょうか、昔のあの虹色メッキを彷彿させる色にもうなってますね。なんかすごいな、ある意味これも迫力か。はい、どうでしょう、皆さんはスモルトとかスマイソンっていうのは何インチがねお好きなんでしょうかね。やっぱ6インチっていうのはなんかやっぱりね、パイソン6インチのイメージがあって、押さえておきたいっていう銃ではありますよね。でまあ僕の場合はやっぱ一番なんかいい感じなのはやっぱバランス的に、保守的なんで4インチかななんて思いながら、実はすごく単重心にはなんかやばい魅力を感じますっていう感じですね。はい、ということで今日はね、スマイソン祭りですね。もうスモルトっていうね呼び名をね払拭するためにね、3対1でね、多数決でね、今日はスマイソンと散々言えて嬉しい今日この頃ですね。
確かにここもほら虹色メッキですわ、ほとんど、ね、どうしちゃえばいいんだろう、うん、まあ、やっぱり頑張ってロゴ塗り直しですかね。ロゴなんていうね、気の利いたものがね、私の人生にあればいいんですけれどもね。はい、いいな、なんかゆとりのあるね、皆さんはね、どうしてこんなになんか、本当はもう我々の若い頃にね、60歳なんつったらもう本当ご隠居ですよね。はい、波平より年上なんですからね。私らが若い頃とか子供の頃って定年って55歳でしたよね。だから55歳ぐらいでもう、リタイアして、あとはのんびりなんていうね、あの話もありましたけれども、それが60になり65になり、まあ今どう考えても 世間の圧力としては70ですね。で、我々 J カーブ世代っていうのは、まあ、あの一番の、ね、弱者ですから、まあ、死ぬまで働けと、お前ら死ぬ寸前までね、健康保険料とか取ってやるぞみたいなね、もうね、税金税金税金でね締め上げられる中ね、時々こうやってモデルガンを握ってね、そのせちがらい世の中に耐えるというのがね、我々の生きる道なのかもしれません。すいません、またくだらないおしゃべりで。ということで今回はね、ハートフォードさんのね、スマイソン6インチご紹介させていただきました。ではまた。